東北楽天ゴールデンイーグルス対オリックスバファローその一戦の模様を選手それぞれのコメントを交えながらお送りいたします。この試合の解説は松川一郎さん、西崎幸宏さん、このお二人でお送りします。それではどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。リポーターも紹介しましょう。はい、我々は選手たちの声やベンチの情報を伝えてまいります。どうぞお楽しみに。はい、よろしくお願いします。さあ、まもなく試合開始となります。今日の先発ピッチャーアリン、バファローズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。見る者を圧倒する豪快なフォームから繰り出されるスライダーを武器に、今シーズンはローテーションを死守アリネ金久。走攻守に傑出した技術は球界トップクラス。寡黙な右のヒットマン谷義朋。先ほど去年の成績が紹介されていましたが、2割4分8厘のアベレ、そして打点の数は36となっています。まずは変化球から入りました。これギリギリなんですけども、はい、こういう球が来るなら今日は楽しみですね。はい、その通りですね。しかしこれは外れています。平行カウント1エンド1。さあバファローズ、今日のゲームはどうでしょうか。さあ3球目はどうか。わずかに外れて1ツー、1ストライク2ボール。バッター谷、バッティングカウントになった。これは大きい、強い当たり。これは伸びているセンターの打球、落ちた。ワンバウンド、抜けて抜けた。バッターランナーはスタンディングで二塁ベースです。ツーベースヒット、左中間へのツーベースになりました。見る者を虜にする華麗な守備はもはや職人芸。平成の牛若丸、平野圭一。背番号9。バッターは2番平野圭一。第1球はどうか。これも強い当たりだ。低い当たりになった。ライトの前ワンバウンドヒット。さあヒットが飛び出した。ノーアウトランナー3塁1。いきなりピンチを迎えています。天才的なバットコントロールで勝利の道を切り開く、チャンスに強い左の仕事人、後藤光孝。マウンドの先発ピッチャーアリメ、1投目、これは外れました。さあワンボール。昨シーズンの成績ご覧いただけたでしょうか。2割9分。打って、これはピッチャー正面、二塁アウト。一塁はセーフ。後藤ピッチャーゴロに終わっています。自分の信じた道を行き、心置きなくバットを振る。ユニフォームは変わっても射手前魂は変わらない、中村典弘。最初は見ていきます。さあカウントはワンナシング、ワンアウトになっています。2投目ストレートできました。ワンエンドワンになりました。中村15回目のシーズンを迎えています。さあ3球目は変化球をここで見せます。ボールを操ってきます。次の4球目、また外に持ってきました。2エンド2になっています。さあ何を見せるか。しかしこれは決まりません。ちょっとランナーは気にします。さあフルカウントになった。あっと痛烈な当たり、抜けた。センター抜けます。今サードランナーがホームイン。1対0、1点先制します。初回から優位に立っていきます。チャンスに強い一発とアグレッシブな走塁、メキシコから来た暴れん坊カリーム・ガルシア。背番号28。先ほど去年の成績が紹介されていましたが、3割飛んで7厘のアベレージ、そして打点数は60となっています。その初球は外のボール、ボールにしてきました。このゲームはいきなり動きがありました。さあ2球目はインコース高めのストライク、これではバットが出ません。まだワンアウトです。3球目はどうする。ストレート打ちました。抜けた、抜けました。セカンドランナー一気にホームを狙う。センターからサードへ、今セカンドランナーホームイン。2対0、センターへのタイムリーヒット。ここも点を加えます。初回から点差を開いていきます。生まれ故郷の関西を舞台に新たな夢を追いかける岸和田が生んだ占領役者清原和博。
背番号5。すでに2点を与えています。どこから狙うか。初球振りません。カウントノーワン。バッターの6番清原、次の2投目、今度はまっすぐできました。さあカウントはノーツー。昨シーズンの成績出ていましたが、2割1分2厘のアベレージ、そして打点の数も52となっています。今度もストレートできました。初回から先制点が入っています。さあバッター有利か。これはストレート。やはりインサイド中心で組み立ててますよね。はい、ここまではインコースへの攻めのピッチングができています。さあ5球目、低めインコース、フルカウント2スリー。さあ2エンド3、フォアボールです。このフォアボールで満塁となります。広角に打ち分ける強さを併せ持つ左の長距離砲、チームに破壊力をもたらす救世主となるジェイソン・グラボウスキー。バッターの DH グラボウスキー。さあ第1球、まずは見送りました。これはちょっと手が出ません。自らピンチを招いています。2投目はガッといい当たり、右に持っていって上がったぞ、フェンスに当たって跳ね返った。三塁ランナー今ホームイン。サードランナーに続いてセカンドランナーもホームイン。タイムリーツーベース、4対0、2点を追加します。初回から徐々にリードを広げていきます。さあリプレイでご覧いただきましょう。堅実な守備と粘り強いバッティングはチームに欠かせない。絶対の信頼を借れるショートストップ、阿部正弘。この回はツーベースヒットから始まりました。まだ続いています。第1球は低いボール、左への打球になりました。取った、ファーストへ、一塁それがアウトになります。5対0、さらなる点が入ります。この回5点目、初回からビッグイニングを作ります。イーグルス、今日最初のピッチャー交代です。この判断はいいと思いますけどね。ツーアウト、ランナー2塁の場面でマウンドに上がります。バファローズ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。多彩な変化球とそれをコースに投げ分ける制球力、野村再生工場での復活となるか。山村博樹、パンチ力のある打撃と強肩が魅力。リードにさらなる磨きをかけてチームを勝利へ導く日高武史。さあバッター日高、1投目はどうでしょう。最初のボール外れました。この球は外しています。得点差は5点、バファローズがリードしています。次の2球目、変化球です。ボールカウント1エンド1。先ほど去年の成績が紹介されていましたが、2割1分7厘のアベレージ、そして打ったホームランの数が1となっています。わっと変化球、ワンツー。日高、11回目のシーズンを迎えています。バッティングカウントになった、高めに決まりました。カウント2エンド2。次が5球目、打った、右への打球になりました。ファウルです。カウントそのまま2エンド2。変化しました、右へ行った、あっとライトの前に落ちた。さあヒットが出ました。ツーアウトながらランナー三塁一塁、追加点のチャンスを作りました。この回は打者一巡、ビッグイニングを迎えています。最初は内から入りました。ワンラッシングです。トップバッター谷。さあ第2球、外、ワンエンドワンです。谷、ここまで出塁は1回という内容です。今度はスライダーできました。さあワンツーです。ゲームは初回から動き出しています。バッティングカウントになったが、外はどうか。コーナーいっぱいにコントロールします。さあ5球目、これは変化球、カウント2スリー。さあフルカウント第6球、外から取りました。これで3アウトチェンジ。さあイーグルス5点を追いかけます。
そしてバファローズの先発ピッチャー三ツ原、イーグルス打線をどう抑えてくるんでしょうか。コーナーに投げ分ける巧みな投球術とルーキー離れしたマウンド度胸、大物の風格漂う2年目三ツ原敦弘。切り込み隊長として、選手会長として、チームリーダーとして、みんなの期待を一身に背負い、その力のすべてを発揮できるか。磯部晃一。最初の1球、ここは見ていきます。バッテリー1球外してきました。磯部、今年で10回目のシーズンとなりました。さあ次はどこへ行くか。変化球決まってワンエンドワン、ワンストライクワンボール。1回の裏、イーグルスの攻撃。3球目、あっとこれは痛烈な当たり、取った、蹴っています。磯部、ショートライナーに倒れました。粘り強い打撃に堅実な守備、新天地でのワンチャンスを見事ものにしたトータルプレイヤー沖原義則。1投目はどうでしょう。まず変化球を見せてきました。この球は外れています。さあワンアウトです。第2球、これはストライク。厳しいコースに来てますからね。はい、このコースに来ていれば簡単には打たれないですよね。その通りですよね。まずはワンアウトを取っています。3投目、今度もいい当たり、サードが抑えます。ファーストへ送ります。これは一塁アウト。沖原、サードゴロに終わりました。かつてマリーンズで見せた鮮やかなバットコントロールは未だ健在。目指せ楽天史上初のリーディングヒッター、ビッグショート。その初球ボールになりました。ワンボールになりました。バッターショート、2球目、このストレートはわずかに外、ボールの後もボール。ツーアウトになっています。次が3球目、変化球、あっとトンネルした、抜けた、きれいに抜けた。これはサードにエラーが記録されます。ロッテ、西武に続いて楽天でも結果を残すことができるか。クラッチヒッターホセ・フェルナンデス。この回あっという間に2アウトになりました。しかしその後エラーでランナーを出しています。初球から入れてきました。ワンストライクノーボール。依然2アウトです。2球目はどうでしょう。これもスライダー、ワンエンドワンです。バッターの4番フェルナンデス、3投目、この球は見ます。ワンストライクツーボール。昨年の数字が出ていましたが2割9分3厘のアベレ。高めのボール打ちました。左への打球です。これはレフトが前に出ます。取りました。3アウトチェンジ。1回を終了しています。イーグルス0点で攻撃を終了しました。2回の表、バファローズの攻撃。この回の先頭バッター、平野圭一、バッターボックスに入っています。初球見送っていきます。際どく外れた。2回目の打席はどうでしょうか。2投目、まっすぐを打ってセンターに上がった。片手ワンバウンド、ワンバウンドした。ここでヒットが出た。2打席連続のヒットになりました。さあ打順が変わります。後藤、左のバッターボックスに入っています。いきなりランナー一塁としています。ヒットでランナーを出しています。どこから行く。その初球大きく外れました。カウントノーワン。さあバッター後藤、2球目はどうする。今度はまっすぐ、ワンストライクワンボール。1回の打席ピッチャーゴロに終わっています。さあ3投目、ドンピシャのタイミング、抜けた、抜けました。ヒットになった。後藤、ヒットでつなぎました。そして次のバッターとなります中村、バッターボックスに入ります。最初の1球、その初球ボールから入りました。ここは外してきました。ノーアウトランナー二塁一塁です。さあ達川さんにお聞きしましょう。あっと打った、打ち上げてセンターです。これでアウトが一つ。中村、
センターへの飛球に終わりました。さあ打順が移っていきます。ガルシア、バッターボックスに入りました。まずはまっすぐから入りました。ボールカウントワンストライク。ワンアウトランナー二塁一塁です。さあ辰川さん、バファローズはどんな展開に持っていきたいですか？やっぱりこの点差があってもね、チャンスは確実にものにしたいですよ。さあいい当たりだ。ライトへの打球、伸びる伸びる、ライト深々と破った、長打コースになります。さあセカンドランナーがホームインしました。タイムリーツーベースヒット、6対0、1点を追加します。6点差になっています。さあ今のシーンです。そしてバッターは6番清原、ボックスに入ります。この回すでに1点を失っています。初球は最初のボールを決めました。ワンストライクです。さあバッター清原、このボールはこれはスライダーで決めました。2つ見送りました。一気に来るか、ここは落とします。ボールにしてきました。さあ次の4球目は横に曲げてきました。さあカウント2-2。次が5球目、ここは見送ります。ボールカウント 2-3。 さあフルカウントになった。これはフォアボールです。ここでフォアボールを与えました。さあ打順が変わります。グラボウスキ、左ボックスに入りました。この前の第1打席、追加点となるツーベースヒットを打っています。初球ヒッティング、いい当たり、ライトへ伸びていって、大きいぞ大きい、入った低い弾道で飛び込んだ、グランドスラム。初球を狙っていったグラボウスキ、仙台の星空を綺麗なアーチで飾りました。今ホームイン10対0。今タッチしてベンチに向かいます。今のバッティングについてお聞きしますか、勝川さん。まあ、変化球が来てですね、それをしっかり打ってますよね。4点を追加します。この回一挙5点。もう一度振り返りましょう。次のバッターに変わります。阿部正弘、バッターボックスに入っています。さあバッター阿部正弘、さあ初球外めのボールから来ました。ワンストライク。5点をすでに与えています。どこに構えるか、わずかに外れてワンエンドワン。さあカウントはワンエンドワン。あ、山口さん。はい。バファローズサイドです。はい、お願いします。ホームランの談話を取ってまいりました。打ったのは多分シュート、自分でも満足のいくバッティングができましたというお話でした。それではお返しします。はい、ありがとうございました。変化球できました。カウント1エンド3。今日2回目のバッターボックス。さあ何を見せるか、落ちるボール打って打球は左へ。今のはファウルになります。今のは打ち損じって感じがするんじゃないですかね。はい、そうなんですね。打った左への打球です。一塁へ一塁、これはアウトです。阿部サードゴロに倒れました。そして次の9番日高、バッターボックスです。最初のボールは最初は外に持ってきました。バッター読みが外れましたよ。これはもう間違いないでしょう。はい、バッター狙いが外れました。今日は1回を投げて打たれたヒットが5本、失点は5ということになります。今度はスライダーを持ってきました。それではバットが出せません。際どく攻めるのか、低め打って右方向、ファーストが抑えます。1塁アウトで3アウトチェンジです。2回の表が終了しています。しかしバファローズ5点を追加、10対0。試合が一気に動きました。大怪我から見事に復活したチームきっての長距離砲、今日も美しいアーチをかけろ、吉岡雄二。最初の球は、その初球は外のボール、ボールカウントノーワン。吉岡、プロ入り17年目となりました今シーズン。
第2球空を切ります。カウント1エンド1。攻撃中のイングルス、先ほどのイニングは残塁が1つ、そして得点には至りませんでした。外外れてボール、これは釣り玉、引っかかりません。バッターの5番吉岡、さあバッティングカウントどう攻める。強い当たり、ラスト抜けた、抜けました。ヒットになる、チーム初安打が出ました。吉岡センターへのヒットになりました。有言実行を体現し、イーグルスの4番を務めた復活の男、今日も打棒一本で勝負、山崎武史。まずは見送りました。ワンラッシングです。先ほど去年の成績が紹介されていましたが、2割6分6厘のアベレ、そして打点の数が65となっています。これは当たりません。さあ2ストライク追い込みました。さあどういう1球で遊ぶんでしょうか。今度はまっすぐ来ました。2エンド1です。次が4球目、打って打球はピッチャーの横、取りました。ファーストへ、一塁アウト、送った形になりました。山崎ピッチャーゴロに終わりました。器用な打撃に器用な守備、5つのグラブを持ち歩く真のユーティリティープレイヤー佐竹学。まずは初球見送りました。この球は入りません。先頭バッターにヒット、その後は内野ゴロに終わらせました。高め際どい、これはちょっと手が出ません。バッター佐竹、3球目外への変化球は決まりません。1エンド2です。今日最初のバッターボックスです。さあバッターちょっと有利か、ドンピシャのタイミング、取ってファーストへ送ります。これは一塁アウトです。佐竹サードゴロに終わっています。定評のあるリードに野村の教えを加え、がっちりと楽天の正捕手の座を守れるか藤井明人。先ほど昨シーズンの成績が出ておりましたが、2割3分2厘のアベレ、当てただけのバッティング、これはレフト上がった、取りました。これで3アウトチェンジ。2回の表裏終了、イーグルス得点がありません。イーグルス、ここで3番手ピッチャーを出します。金田、バファローズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。緩急、制球、変圧投球、相手のリズムを狂わせ自分の世界に引き込む絶妙の投球術が今日も冴え渡る金田正彦。3回の表、バファローズの攻撃、この回はトップから始まっています。谷、右のボックスになります。さあ初球、まずはコースをついてきます。ノーワンです。イングルスファンで埋め尽くされた仙台から実況生中継でお送りしております。高めの球は打ち上げました。ワンストライクワンボール。10対0、バファローズがリードしています。まあこれでね、大逆転なんかできるとね、これもさあいい当たりだ、破った、綺麗に破りました。さあヒットになります。谷、センターへのヒットを放ちました。ヒットのランナーを許しています。最初の1球は成田、初球見送っていきます。ワンボールです。2回の打席、2打席連続となるヒットを打っています。この球は外いっぱいに決まった。さあカウントは1エンド1、ノーアウトです。さあ次の3球目、低いボール、さあワンツーです。いきなりランナーを背負っています。さあバッティングカウントどう攻める。しかしこの球はボール、ワンスリー。平野圭一、ここまで2回塁に出ています。次が5球目、ガーッと打った、これはファーストになります。2塁フォースアウト、1塁はセーフです。ダブルプレーはなりません。平野ファーストゴロに終わりました。そして次のバッターとなります後藤、左の打席に入っています。最初の第1球、まずはストライク。バッター読みが外れましたよ。はい、狙いが外れました。最初のバッターにヒット、その後は内野ゴロに打ち取りました。次の2球目、あっといい当たり、打球はセンターへ上がったぞ。フェンスまで行きますよ。これは取れない、ワンバウンド
フ、打ったバッターは二塁へ向かった。さあセカンド中継する、ツーベース。さあワンアウトランナー三塁二塁、この回もチャンスを作りました。さあ打順が移っていきます。中村右の打席に入りました。4番バッター中村、どこに出てくるんでしょうか。まずは初球見送りました。際どく外れた。さあ3回目の打席、さあ2球目決まりました。ワイエンドワンです。この回2本のヒットを許しています。さあ第3球、緩いボールできました。ワンストライクツーボール、ワンアウトランナー三塁二塁です。辰川さんにお伺いしましょう。バファローズのこの後の展開なんですが、点差がありますけどね、得点できる時にはどんどん入れたいですよね。はい。さあベンチからのサインはどう出されたんでしょうか。はい。さあ何を見せるか、チェンジアップが決まりました。ゾーンいっぱいに投げ込みます。さあツースリーになった、外れてファーボール、ファーボールのランナーを許します。さあ打順が変わります。ガルシア、ノックスです。先ほどの2打席目、2打席連続のヒットを放っています。さあ1球目、初球変化球は空振りです。今の球はね、コンパクトに振るというのがいいんですよ。ええー、ですよね。なおもワンアウトです。2球目です。外への変化球を外れました。さあカウントはワンエンドワン、ワンアウトから満塁にしています。さあ3球目はバッター落ち着いています。このボール球には手を出しません。ガルシア、今日のゲーム2回出塁しています。さあバッターちょっと有利か、外角低めのストライク、ツーエンドツーになっています。さあ5球目、変化球です。フルカウントです。フルカウントからの6球目、ストレート来ました。このピッチングで次も打ち取りたいですけどもね。はい、まだ安心できません。そして次のバッターを迎えます。清原、打席に入っています。2回の2打席目、フォアボールを選んでいます。まずどこに構えるか、まずはコーラーをついてきます。カウント1ストライク、ノーボールです。清原、今日のゲームはフォアボールの出塁が2度あります。次のボールは外、これはボール、ワンエンドワンになりました。これが今日3回目の打席。3球目、ストライク。さあバッター追い込まれています。さあ4球目、高めのボール打った、これはファウルグラウンドだ、ファウルです。依然カウントは2エンドワン。あっとこれはいい当たりだ、これはファウルグラウンドです。カウントは変わりません。2エンド1、これは外れました。2-2。さあ次で決めるか、外外ときました。カウント2-3。ここはランナースタート、変化球打って左への打球、取った、一塁へ、一塁、これは余裕でアウト、これでスリーアウトチェンジです。さあ3回の表が終了、バファロー、ランナー3人残塁です。さあみんなクラッチに大きな声援をお送りください。国民の守備に覚醒した打撃、セカンドレギュラーの座を不動のものとすることができるか、高須洋介。何から持ってくるか、まずこれは大きく外れました。石垣さんにお聞きしますが、このピッチングはどうご覧になってますか。今日のピッチングを見る限りでは問題ないですけどもね。はい、この内容であればこの後も期待していいんでしょう。今度はカーブを持ってきました。ワンストライクワンボール。3回の裏、イーグルスの攻撃。さあ3球、あっと痛烈な当たり、サードへの当たり、一塁送球、一塁アウト、余裕がありました。高須サードゴロに倒れました。この回打順が一巡してきました。磯部、左のバッターボックスに入ります。さあまず低め、平本をついてきました。ボールカウントワンストライク。
ワンアウトになっています。このボールはどうか。近いボール持ってきました。カウントワイエンドワン。バッターの1番磯部。さあ次の3球目、変化球持ってきました。ワンツー、ワンアウトランナーなし。さあバッティングカウント、これは変化球入りません。ちょっとボールが高くなってると思うんですけども、はい、ここは高めのボールが来ています。一つ前の打席は綺麗な当たりだったんですが、ショートライナーに回っています。フォアボール、フォアボールです。これが今日最初のフォアボールになります。そして打順が変わります。沖縄、愛媛県出身、これが2回目のバッターボックス。最初から丁寧に攻めてきます。この球は外れています。さあバッター沖原、2球目です。外いっぱい決まった。外へ2つ続けました。フォアボールでランナーを出しています。次が3球目、アウトコースへ決めました。スライダーで追い込んでいます。さあ4球目、しかしこれは決まりません。2エンド2になりました。さあ5球目、変化球左へ、三塁線、これはファウルボール、わずかに左。依然2エンド2変わりありません。スイングアウト三振、空を切らせました。さあもう1回今のシーンです。さあ打順が変わります。ショート3回の裏、2アウトです。初球はどうでしょうか。最初は見ていきます。わずかに入りません。バッターショート、この球はどうでしょう。今度はインコース、2球目も外れています。初回の1打席目、結局エラーで塁に出ています。あっと打ちました。打球は左、しかしファウルボールです。この回ワンアウトからフォアボール、その後三振を奪っています。バッティングカウントになった。低めのボールを上げてしまった。左への打球になりました。これ詰まったような感じですね。ああなるほど、ピッチャーとしては思い通りなんでしょう。3回を終了、イーグルス0点で攻撃を終了しました。4回の表、バファローズの攻撃、そしてこの回の先頭グラボーズ、左打席に入っています。さあ外から攻めていきます。どうですか西崎さん、今日のピッチングを見てどうですか。はい、チェンジアップが良さそうですけどもね。はい、確かにバッター手を焼いています。4回の表、バファローズの攻撃、第2球はどういう。これは見送りました。2ボールになりました。さあバッターグラボーズ。さあ3球目、外への変化球入りません。ノーストライク3ボール。さあ3回目の打席、さあ次の4球目は、ここはストライクを取りました。ワンスリーです。ここまでのバファロー、3回までは5つの残塁、しかし得点もしっかり入れています。次が5球目、大きな打球になった。右に持っていって上がった。ライナーに飛び込んだ。おー、打球でした。変化球見事捉えた当たりはライトスタンドに消えていきました。今ホームインしました。11対0。今の場面もう一度見ていただきます。そして次の8番阿部正弘、4回表ノーアウトです。すでに1点を失っています。最初の球は初球ストライク、ワンストライクです。今日は1回を投げて打たれたヒットが3本、そのうちの1本がこの回です。第2球、これは外れた。平行カウント、ワンエンドワン、ノーアウトです。さあ次の3球目、高めのインコース、カウントワンエンドツー。今日は1回を投げて許したヒットが3本、そして1失点というピッチングです。バッティングカウントになったが、あっと高め、今日は高めに球が入ってますけども、はい、今日は高めへの配球が目立っています。ノーアウトランナーありません。さあ何を見せるか。高めを打ちました。この打球はセンターに上がりました。ワンバウンドヒット、このヒットも点につなげていった。さあ松川さん、今のは、まあ苦手なコースなんですけどね、
うまくヒット打ちましたよね。はい、ここはしっかり結果に結びつけました。ここで次のバッターに変わります。日高、4回表ノーアウトです。まずどこに構えるか。初球叩いて、これはいい当たり、あっと抜けた、抜けました。ファーストランナーセカンドベースを蹴った。さあヒットになった。三塁タッチはアウト。これでワンアウトになりました。そして次のバッターを迎えます。谷、右のボックスです。谷、今日は2回塁に出ています。さあ、これも鋭い当たり。これはダブルプレーコース。2塁アウト。ダブルプレー。1塁アウトで3アウトチェンジ。もう一度振り返りましょう。さあ、イーグルス。次の攻撃は4番から始まります。4回の裏、イーグルスの攻撃。この回は4番から始まります。フェルナンド、ここは塁に出て繋いでいきたいところ。最初はスライダーできました。これは外れました。次の2投目、これはまっすぐ、ワンエンドワン。ここまでのイーグルス、ヒットが1本、まだ得点がありません。バファローズがリードしています。ここは見送ります。ワンツー。2回目の打席はどうでしょうか。さあ、バッターちょっと有利か。あっと、これは強烈な当たり、抑えた。一塁へ、キャッチして、これはアウトです。フェルナンデス、サードゴロに終わりました。2回の最初の打席、センターへのヒットを打っています。まずはストライク、ワンストライク、ノーボール。この4回途中までを投げて許したヒットが1本、失点なしのマウンドです。これもアウトコース。バッター読みが外れましたよ。これはもう間違いないでしょう。はい、ここはバッテリーの思い通りとなりました。さあ、次のサインは、これはボール、カウント2エンド1。さあ、次の4球目は、外のボールは左へ行った。この打球はファウルになります。まあ、ファウルで良かったですよね。甘く入ってましたから。あ、そうですね。今度はスライダーできました。2エンド2になっています。この6球目、この球は、これは外れました。フルカウントです。次が7球目になります。今度もいい当たり、ショートへの打球、ファーストへ。一塁、これは余裕があります。アウトです。吉岡、サードゴロに倒れました。今日2度目のバッターボックスに入っています。まずは初球、初球から打っていきます。打球は上へ、平野、追っていく、追っていく、取って、これで3アウト。さあ、バファローズ、この後2番から始まります。5回の表、バファローズの攻撃。先頭バッターは2番、平野圭一、左のボックスです。第1球です。まずは変化球。さあ、ワンボール。先ほどの打球は見事な当たりだったんですが、ファーストゴロに倒れています。さあ、どうでしょう。これは動けません。枠をいっぱいに使ってきます。今日は2回を投げ、許したヒットが5本、失点は1となっています。さあ、3投目、インコース、低めのストライク。さあ、西崎さんにお聞きしましょう。今日のピッチングはどうですか。まあ、いつもの投球には追いついてないんじゃないでしょうかね。はい、さあ、調子が上がってくるのか、これからのピッチングです。あっと、空振り三振。先頭バッター、三振に切って取りました。そして、クリーンナップへと続きます。後藤、バッターボックスに入ります。まず、先頭バッターを三振に仕留めています。どこから攻めるか。詰まった、詰まらせました。これはセカンドになります。一塁、これは余裕でアウト。後藤、ピッチャーゴロに倒れました。そして次の4番、中村、バッターボックスです。この回まず2アウトを取っています。まず初球、初球を投げてストライク、ワンナッシングです。ここまで1点を与えています。さあ、次のボールは、ここは見ます。外へ2球持っていきました。
先頭バッターは三振、その後は内野ゴロに終わらせました。さあ次の3球目、アウトコース決まった。さあ追い込みました。次の4球目、キャップスイングで三振、スリーアウトチェン。速球で綺麗に三振を奪いました。ゲームは5回の表を終了しています。バファロー初めての三者凡退に倒れています。5回の裏、イーグルスの攻撃、その裏の攻撃のトップバッター佐竹、右のボックスに入りました。いい当たり、初球から行った。この当たりはセンター打ち上げた、ダークワンバウンドした、打ちました。2塁どうか、ツーベースヒット。あのまっすぐであればね、打たれるのも時間の問題っていう感じですよね。ですね。そしてヒットになりました。そして次のバッターとなります藤井、ランナーを返していけるでしょうか。低めから攻めていきます。カウントワンストライクノーボールです。ここまで打たれたヒットの数が2となっています。コーナーをつきます。次の配球はこの球は外に外れます。ボールカウント2エンド1。さあ次の4球目はこれはスライダー。まああれだけ外に配球が来ますとどうしても踏み込めますからね。はい、今日はアウトコースへの投球が目立ちます。さあ5球目、高めを打って打球は左へ、ファーストへ送ります。一塁、これはアウトになります。藤井サードゴロに終わりました。最初のバッターはツーベース、その後は内野ゴロに打ち取りました。初球ストライク、さあカウントはワンナッシング。この試合フォアボールの数が1となっています。ボールです。変化球を続けました。これが2回目のバッターボックス。さあ3球目はまっすぐ打ちました。この当たりはセンターへの打球、取ってツーアウト。高須センターフライに倒れました。さあ打順が移っていきます。磯部、ランナーを返したいこのバッターボックスになります。どこから狙うか、詰まった、詰まっています。ショートゴロです。ショート取った、一塁に送ります。一塁はアウトでスリーアウトチェンジになります。さあバファロー次の攻撃は5番からということになります。さあ皆さん最後まで声を出しての応援よろしくお願いします。イーグルス、ここで4番手ピッチャーに変えます。玉木、バファローズ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。昨シーズンは怪我もあり不本意なシーズン、白熱セットアッパー復活となるか。玉木茂雄、6回の表バファローズの攻撃、この回の先頭バッターガルシア、左のバッターボックスに入りました。1球目狙っていって当たりません。でも力強いね、スイングしてますよね。しっかり振って空振りです。次のボールはここは落としてきました。ワンエンドワンになりました。6回の表バファローズの攻撃、3投目低めに入っています。カウント2エンドワン。次の4球目、ボール。今のは振ると思いましたけどね。はい、バットは出ませんでした。さあ何を見せるか、外外れてボール。まあよく辛抱してますけどね。はい、さあ 2-3 になった。ストレート三振、最後はバットに当てさせませんでした。そしてバッター清原、6回表ワンアウトです。今日はここまでノーヒット。まず初球打って上がった佐竹、さあ前に出ます、取ってツーアウトになりました。清原センターフライに終わりました。次のバッターが入ります。グラボーズ、さあ3打席連続ホームランはあるんでしょうか。さあその初球カーブから入りました。ボールカウントワンストライク、2アウトになりました。第2球はどういく、
痛烈な当たり。ライン際の打球はわずかに右、ファウルボールです。サインはどう出されたのか。さあこの当たりはファーストへの打球、取りました。一塁、これは余裕でアウト。これでスリーアウトチェンジです。さあイーグルス、この後2番から始まります。イーグルス残念ながら大きくリードを許しています。さあまだまだ声を出しての応援よろしくお願いいたします。6回の裏イーグルスの攻撃、対するこの回の先頭沖原、右のバッターボックスです。初球外してきました。ノンストライクワンボール。バッター沖原、さあどうでしょう。バッター見送りました。2つボールになりました。攻撃中のイーグルス、前のイニングは1つの残塁、結局無得点になりました。強烈な当たり、レフトへ上がった、レフトへ取って、ワンアウト。沖原、レフトへの飛球に終わりました。まず先頭のバッターを打ち取っています。初球はどうか。初球ボール、ワンボールです。ワンアウトになりました。2球目です。外のボール打ちました。取って一塁へ、一塁、これはアウトです。ショート、ショートゴロに倒れました。そしてバッターは4番フェルナンデス、右のボックスです。初球は変化球から入りました。ボールにしてきました。6回の裏、2アウトになっています。どこに構えるか。ここは見ます。ボールの後もボール。トップバッターは外野フライ、その後は内野ゴロに終わらせました。さあ次の3球目、低めの球。今のはねバッテリーが上でしたよ。はい、狙いが外れました。順調に2アウトにしています。バッティングカウントになった。いい当たり、これは三遊間だ。取りました。これはどうだ。アウト、1塁アウトで3アウトチェンジ。6回を終了。イーグルス2回目の三者凡退に倒れています。バファローズファンの皆さん、7回の表、バファローズの攻撃。バファローズの先頭バッター阿部正樹、7回表ノーアウトです。最初の1球、初球ストレートできました。さあ西崎さん、このピッチングはどうご覧になってますか。はい、まっすぐがいいですね。はい、このゲームストレートが生きています。2投目はこれはカットボールでしょうか。2球続けてのボールとなりました。辰川さん、西崎さんのダブル解説、実況山口不二雄でお送りしています。カーブを投げてきました。ボールカウント1エンド2。今日4回目のバッターボックスに入っています。バッティングカウントになったが、変化球打った、打球はレフト上がった、ショートカバーオンでヒット、打ちました。さあバッターランナーは一塁を回ります。ツーベースヒット。阿部、レフトへの打球はツーベースヒットになりました。さあ追加点の欲しいこの場面、バファローがセカンドのランナーを変えてきました。大西塁についています。さあランナーが1人出ました。日高、7回表ノーアウトです。4回の3打席目、ライトへのヒット、打っていった、やっと抜けた、抜けていきます。ヒットになった。ノーアウトランナー三塁一塁、この回もチャンスを迎えています。さあワンヒットで追加点というチャンス。バファローファーストに代走を送ります。鳩山ベースにつきました。初球はまずは初球見送りました。ここは様子を見ます。レフト谷、このゲームはここまで4打数2安打。ここはまっすぐ、厳しいところに決まりました。まだアウトカウントはありません。さあ3球目、縦のスライダー。さあカウント2エンド1。さあ第4球、落ちるボールはこれは外れています。ここまで見ててボールを低めに抑えて投げてますからね。はい、ここまでは低め中心に投げています。次が5球目、低めのボール打って打球のラインには左に切れるか。カウントは2エンド2のままです。打ってセカンド後方へ、取ってこれでワンアウト。
セカンドフライに終わりました。このピンチどう抑えるか。さあ1投目、ここは見ていきます。ワンストライクです。今日の成績をご紹介しましょう。4打数の2安打。ストレート打ちました。打球は左、二塁はアウト、一塁手、これはアウト、一塁もアウト、ゲッツー成功、スリーアウトチェンジ。さあリプレイでご覧いただきましょう。さあ皆様、7回の表が終了しています。バファロー最後はダブルプレイに終わりました。今度は楽天イーグルスのラッキーセブンです。センターとキラコ、セカンドとなります。セカンドと後藤。7回の裏、イーグルスの攻撃、5番からの打順になります。押尾、右の打席に入りました。まずは初球ストライク。さあカウントはワンナッシング。そのまま入りキャッチャー。バッターは5番吉岡。2球目、外のボール、ワンストライクワンボール。3番ショート、後藤。この前の打席はきっちり捉えたんですが、サードゴロに終わっています。まっすぐできました。ワインエンド2になっています。バトヤマ以上に変わります。今日打たれたヒットの数は2となっています。さあバッターちょっと有利か。外、ボールカウント1エンド3。吉岡裕二、ここまでのイーグルス、ヒットは2本、まだ無得点です。バファローズがリードしています。これはフォアボールです。いきなりトップバッターを歩かせました。さあイーグルス、ファーストランナーを変えてきました。関川塁についています。そして次のバッターを迎えます。山崎ボックスです。バッターは DH 山崎。さあ最初の1球、初球外してきました。ワンボールになりました。さあ3回目のバッターボックス、第2球。しかしこの球はボール、これも外目に行きました。奪った三振の数が1となっています。3球目、ここはスライダーできました。3球とも外に持ってきました。いきなりランナー1塁としています。バッティングカウントになった。今のは危ない球でしたけども、まっすぐ飛ばなくて助かりましたよね。そうなんですね。三塁線、これはファウルボール、わずかに左。ファーストランナースタートを切った。さあヒットエンドラン、やっと三遊間へ。一塁へ送ります。一塁はアウトです。その間にランナー二塁に進んでいます。ワンアウトになって次のバッターになります。ただランナーをホームに迎え入れることはできるんでしょうか。初球から打ってきました。ワンストライクです。今日3回目のバッターボックスです。さあ次のボールは、これはストライク。ボールカウント2ストライク。さあ外してくるのか。外、2エンド1。次が4球目。これもいい当たりだ。ピッチャーの横、取って、しかしこの打球はショートの守備範囲、一塁。これは十分間に合います。アウトです。ツーアウトで次のバッターを迎えます。藤井、得点のシーンを演出できるんでしょうか。どこに入れてくるか。最初はカーブから来ました。ワンストライク。この試合フォアボールの数は2となっています。打っていった、打球はセカンドへ、抑えた、一塁へ、一塁、これはアウトです。これでスリーアウトチェンジ。さあお待たせいたしました。さて試合はバファローズリードのまま8回を迎えています。イーグルス、この試合4回目のピッチャー交代です。小山、バファローズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。目を見張る剛球ストレート、もはや待ったなし。その真の力を見せるとき、小山慎一郎。8回の表、バファローズの攻撃。この回はクリーンナップから始まっていきます。後藤、ボックスに入ります。最初の1球は何か。その初球、ボールから入りました。ボールカウント、ノーアウト。ノーアウトランナーなし。次の第2球、座元、カウントの次。8回の表、バファローズの攻撃。打って、これはスタンドに入ってファールボール。この前の打席ではピッチャーゴロに倒れています。バッティングカウントからの4球目、ボールです。
1エンド3になっています。後藤、今日のゲーム2回出塁しています。さあ何を見せるか。変化球打って右への打球、ファウルボール。さあ2エンド3打っていった、左方向へ、肩とレフト、これは間に合いません、落ちました。さあノーアウトのランナーが出ます。さあ今のバッティングなんですが、今のはねちょっとおやらというボールでしたね。ああですね。そしてヒットになった場面でした。最初はインコースから来ました。ここは1球外します。この回ヒットを打たれています。このボールはどうか。これはストレート、2つインコースに来ました。4回の第3打席、スイングアウトの三振に倒れています。ここでストライクが入ります。ワンストライクツーボール、ノーアウトです。さあバッターちょっと有利か。ストライクです。これは反応できませんでした。次が5球目、これはボール、審判はボールを選択しました。カウント2スリー、先制。さあフルカウント第6球、際どいが、あーフォアボールです。このフォアボールでランナー二塁一塁となります。そして次の5番もガルシア、左打席に入っています。さあバッターガルシア、まずどこに構えるか。まずは見送りました、一球外しました。今日のゲームはヒット2本という内容です。ただまああと1本打ってね、猛打賞を打ちたいでしょうね。はい、今日ここまでは4打数2安打2打点の成績です。ストライク、外へ2球持っていきました。今日は2打点を挙げています。さあ3球目、ストレートできました、2エンド1。さあ2ストライク、追い込みました。さあ次の4球目は、しかしこれは外れています。2エンド2になりました。さあ何を見せるか。思いっきりスイングしましたが三振です。力のあるいいまっすぐでしたけどもね。はい、空振りの三振を奪いました。そして打順が変わります。清原、8回表ワンアウトです。5回の3打席目、センターフライに終わっています。初球振りません、バッテリー1球外してきました。さあ今日のバッティングなんですが、2打数ノーヒット、そしてフォアボールが2つあります。ここはストレート、平行カウント1エンド1。6番バッター清原、さあ3球目は変化球を1球混ぜます。シュートで追い込んでいます。さあ4球目、この球は外れています。ツーツー。さあ5球目、カットボールです。ツースリーです。さあツースリーになった。これは強い当たりだ、レフトへ、レフトへ上がった、フェンスにダイレクトで当たった、ファーストランナー二塁へ回った、セカンドランナー今ホームイン、レフトへのタイムリーヒット、1点を追加、点差は大きく開きました。粘りという面ではどうでしょう、ちょっと苦しくなってきたでしょうか。多少コントロール自体がですね、真ん中に入ってきてますので、まあそろそろ変えていくかなっていうのはあるんですけどね。はい、初球簡単にストライクを取ります。カウント1ストライクノーボールです。今日は2ホーマースタンドに届けています。まあ2本打ってますのでね、おそらくまた狙ってくるんじゃないでしょうかね。はい、この球は打ちに決まっています。さあ追い込みました。さあ3球目はどう攻める。これは見送りました。2エンド1です。さあ4投目、ここはカーブできました。平行カウント2エンド2。次が5球目、しかしこの球はボール、2ストライク3ボール。さあ2エンド3、大きく外れてフォアボールとなります。ここでフォアボールを与えました。鋭い読みが生む豪快なスイングでアーチを連発、伊手前魂の継承者大西博明。バファローズ、このゲームは先発野手全員に安打が記録されています。1投目はどうでしょう、
初球わずかに外れてボール、ノーストライクワンボール。昨シーズンの成績ご覧いただけたでしょうか。2割4分1厘のアベレージ。まっすぐを打って三塁線を上がった、三塁アウト、そして一塁転送、一塁もアウト、ダブルプレー成功、スリーアウトチェンジ。今のプレーをもう一度見てみましょうか。ゲームは8回表を終了。しかしバファローズ1点を追加、12対0、点差を開きました。8回の裏、イーグルスの攻撃開始。ますこの回の先頭高須の右の打席です。まずはボールから入りました。ボールにしてきました。この試合許したヒットの数が2となっています。さあ次のボールは、さあこの当たりはサードです。三塁線に抜けていく。さあヒットが飛び出した。レフトへヒットを放ちました。甘く入ったカーブでしたよね。そうですよね、甘くなれば打たれても当たり前でしょう。そして次のバッターを迎えます。磯部左ボックスに入りました。大谷が一塁です。初球見送っていきます。さあカウントはワンナスイング。今日の打席内容です。ショートライナー、ファーボール、そしてショートゴロ、2打数でノーヒット。わずかに外れてワンエンドワン、これも外目に行きました。今日はまだヒットはゼロ、出ていません。さあ3投目、これも痛烈な打撃、打球はピッチャーの横、二塁はフォースアウト。セカンドゴロはゲッツーに終わりました。ノーアウトランナー1塁の場面、ツーアウトランナーなしと変わりました。でもうまく出せたっていうのもありますけどもね。ああこれはバッテリーの作戦通りということなんでしょう。初球スライダーできました。ボールカウントワンストライク。この前の打席はいい当たりだったんですが、レフトフライに終わっています。これは外へ逃げます。1球2球と外へ行きました。ゲッツーでツーアウトにしています。さあ次の3球目、バッと変化球、外を続けています。今日奪った三振の数は1となっています。さあバッティングカウントどう攻める。これも強烈な打球、打ち上げてレフト。今のは甘く入ってたけどファールで良かったと思いますね。ええー、ですね。これも痛烈な打球、これはショート取った。しかしこれはショートが抑えています。一塁アウトでスリーアウトチェンジになります。それではここで、さあバファローズこの後9番から始まります。スーパーカラーリズムをご覧ください。たくさんの皆さんにご声援いただいております。ありがとう。球界屈指の強肩と抜群のインサイドワーク、チームを縁の下から支えるベテラン的山哲也。的山、今年で13回目のシーズンとなりました。最初は外に持ってきました。ノーワン。的山今日の最初の打席になります。代走で入りました。2球目です。外のボール、ワンストライクワンボール。ここまでのバファローヒットが19本、そして12得点となっています。一方のイーグルス、ヒットが3本、まだ得点がありません。バファローズがリードしています。さあ第40号ボールのようです。このボール球には引っかかりませんでした。次が5球目、空振り。今のはゴールも素晴らしかったですよ。はい、ストレートで三振を取りました。さあリプレイでご覧いただきましょう。打順がトップに戻ってきます。谷、9回の表ワンアウトです。初球はどうか。最初のボールを決めました。ワンストライク。今日の全打席をご紹介しましょう。ツーベースヒット、セカンドフライ、センター前ヒット、併殺打、そしてセカンドフライ、5打数2安打。またストレートできました。さあ西崎さんにお聞きしましょう。今日のピッチングはどうですか。あまりいいとは言えないでしょうね。そうですか。さあ修正して本来のピッチングとなるんでしょうか。ストレートできました。2エンド1。さあカウント2エンド1。次が4球目。まっすぐ落ちました。これはセカンド後方か。あっと落ちた。落ちた。センターの前。さあまたヒットになる。3安打は猛打賞。今のボールを見る限り握力も落ちてきたようですが。これで精一杯って感じじゃないでしょうかね。はい。若き日から変わらないストレート、長く経験で身につけた制球力、投手人生のピークはまだこれから。吉田豊彦。
定位置打席に入ります。まずは初球高架球左へ行った、抜けた、間をきれいに破りました。ファーストランナーは二塁に止まります。さあヒットになる。今打たれたのは何のボールでしょう。はい、シュートですよね。ああシュートですね。どこから行く。初球インコース、これは厳しいコース、決まっています。3番バッター後藤、さあ第2球インコース打ちました、右へ上がった。今のはファウルになります。今のは危ない球でしたけども、まっすぐ飛ばなくて助かりましたよね。はい、やはりプレッシャーがあるんでしょうか。ここは見送ります。2ストライク1ボール。さあ次の4球目は、あーっと打った、打球は左へ、2塁へ送ります。2塁フォースアウト、1塁もアウト、ダブルプレー成功、スリーアウトチェンジ。さあ今のシーンです。さあ皆さんのコース、さあいいです。次の打順はクリーンナップから始まります。ゲームは終盤、この靴下にはたくさんの楽天ファンが残ってくれています。ありがとう。9回の裏、最終回の攻撃、打順はクリーンナップから始まります。ショート右打席です。初球ストライクを取りました。ボールカウントはストライク。今日の奪三振の数は1となっています。さあ2球目、今度はスライダーできました。カウント2ストライクノーボールです。サインはどう出されたのか。外れました。この球は枠に入りません。さあ4球目、いい当たり、きれいにフェインカーを破りました。ヒットになった。ここでヒットが出ました。さあランナーが1人出ました。ベルナンド最終回の裏ノーアウトです。これも強い当たりだ。ショートへの打球、二塁アウト、ショートゴロはダブルプレー、一塁もアウトです。また閉鎖席に抜けましたね。はい、今の閉鎖席が2つ目ということになります。通算1000本安打も達成したシュアのバッティングは未だ健在、永遠のミスターヘッドスライディ。これも痛烈な当たり、抜けた、抜けました。になります。さあ松川さん、今のバッティングはどうでしたか。今ヒットになりましたけどね、スライダーでしたね。ああ、なるほど、この球を打たれました。力強いまっすぐと鋭く落ちるフォークボールで三振の山を築く、ポーカーフェイスの絶対的守護神大久保正信。イーグルスですが、ファーストに代走を送ります。リーダー、ベースに着きました。さあ、打順が変わります。山崎、ボックスに入りました。先ほどはいい当たりを放ったんですが、サードゴロに倒れています。まず変化球を見せてきました。ワンストライクノーボール。なおも2アウトです。さあ、2球目は、これはボール、審判はボールを選択しました。ワンエンドワンです。ここまではノーヒットで来ています。3球目、外をワンエンドツーになりました。バッター山崎、さあバッティングカウント、これはストライク、ツーエンドツーになっています。あと一人、ガーッと空振り三振、試合終了。最後は外、空振り三振です。今日のオープン戦は12-0、バファローズの勝利となりました。投手リレーで完璧に抑えています。さあ、楽天対オリックス、ご覧いただきました。この放送の解説は立川光雄さん、そして西崎幸弘さんでした。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは皆さん失礼いたします。どうぞ大事の会議は終わってもののないよう、またゴミの分別にご協力ください。資源ゴミ、一般ゴミ、プラスミに分けて所定の場所にお捨てください。皆